やあみんな、調子はどうだい？僕はすこぶる絶好調さ。今日はリュウジのお兄さんこと料理さんが紹介していた至高のシャリピアン、シャリンガ、まあそんな感じの名前をしたステーキを作っていくよ。なんでもステーキを細かく刻んだ玉ねぎに漬け込むのがこのシャリピアンだかパリピアンだかよくわからないステーキの特徴らしいんだ。このおしゃれな料理を作るにあたってなんで僕が抜擢されたのか全くわからないけどね。それじゃあまずは玉ねぎをみじん切りにしていくよ。なんだい、新手のアハ体験かい。玉ねぎがみじん切りにできたら牛肉の筋を切って塩コショウで下味をつけていくよ。そしたらここにウイスキーを大さじ2杯僕の体に入れていくよ。ふん、君たちの言いたいことはわかってるさ。どうせ君たちは今こう思ってるんだろう。ジャック・ダニエルじゃないのかよってね。仕方ないさ、家が燃えておおよそ貧乏のイメージを植え付けられている僕があんな高価なウイスキーを買ってたらイメージがガタ落ちじゃないか。そのあたりのセルフブランディングができてないとちびっこちゃんという業界において生き残っていけないからね。過去にサザエさん時空設定を忘れて実年齢をふと漏らした同級生が次の日クラス名簿から消えていたことがあったよ。自業自得さ、何かと闇の深い業界でね。そうこう話しているうちに玉ねぎとウイスキーの漬け込みが終わったみたいだね。30分漬け込んだ肉を取り出してなじませた玉ねぎをフライパンに移していくよ。そしたらバターで色づくまで炒めてみりん、醤油、おろしニンニクを入れて軽く炒めたら黒胡椒を振ってステーキソースの完成さ。そしたらここでみんなのお待ちかね、メインのこいつを焼く時間だよ。なんだい、不服かい。玉ねぎじゃ主役は張れないっていうのかい。まあいいさ、シャリンビアだかコロンビアだか知らないけどこのステーキは僕あってこそのレシピだからね。実質主役みたいなもんさ。肉が焼けたら取り出して旨味の残ったフライパンでソースを少し温めていくよ。あとは皿に盛り付けて完成さ。てどうだい、気持ち悪いだろう。それじゃあ食べていくよ。ふん、ウイスキーに漬け込んだことで格段と柔らかくなったステーキは口に入れた瞬間程よい弾力を残しつつ咀嚼のたびにパンチの効いたニンニクの香りと玉ねぎの甘みが口いっぱいに広がったかと思えば、ウイスキーを入れたことで華やかでコク深い香りが爽やかに鼻から抜けていき、より上品で気品高い一品に仕上がってるってだけで何ら大して普通じゃないか。まあまあって言ったところだね。ハイボールとの相性もとりわけ合うってほどでもないかな。まああえて例えるならそうだな、僕と藤木くんくらいの相性って言えばわかりやすいかい。まあそういうことさ。え？お前はまだ小学生だからハイボールは飲んじゃダメだろって。設定上の話をするのはよしとくれよ。僕はもうとっくに二十歳を超えた立派な成人男性。